こんにちは、粟田洋介です。皆さんは不安になることってありますか？過去に私は不安を抱えていたことがあったんですが、絵を描いていれば何も心配することはないと自分に言い聞かせることにしました。そうしたら不思議と今日まであんまり心配することがなくなりました。今日はそのことについてお話しするのと、あとちょっとアクリル絵の具でキャンバスに絵を描き始めたので、その絵も仕上げていこうと思います。このチャンネルではアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思って動画を作っております。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。若い時、私は自分は何のために生まれてきたのか、人生の目的は何なのか、そんなことをいろいろ考えて悩んだ末に、私の使命は絵を描くこと、そしてそのために生まれてきたんだと思うようになりました。そう考えると、なんか全てのことに辻褄が合うような気がしたんです。それで20年近く前に、私はお金の不安、将来の不安、そしてその時の社会的なポジションへの不安、そういったものがあったんですけど、自分の使命は絵を描くことなんだから、とにかく何でもいいから毎日絵を描いていれば、何にも心配することないんだ。そう思って今日までずっと絵を描いてきました。で、さっきも言ったんですけど、20年近くの間、私は不安というものをあまり感じなくなりました。でもなんか怒った時は、それはそのことについて心配したりすることはありますけどね。そんなわけで絵を描いてれば心配することがなくなったんですけど、最近は別に絵を描かなくても心配しなくていいんじゃないかと思うようになりました。まあでも私は絵を描きたいので絵は描いていきますけどね。まあそれは置いといて、そういう風に思うようになってから人生に意味なんかなくていいみたいなことを聞くようになりました。幸せで、そんで楽しんで生きてればいいんだみたいな感じで、ここ1、2年毎日絵を描いてなくて、それは YouTube 動画を作るのにすごい時間がかかって、なので1週間に描いた絵は動画のために描いた絵1、2枚とかね、そんなこともあったりします。それでなんかこれでいいのかなと思って、気持ちがモヤモヤしてきたんですね。で、それが嫌だったので、絵も描かなくてもいいや、動画を撮ったり編集することを楽しめばいいやって思うことにしました。絵を描くことをすると精神が安定するんですよね。なので私は絵を描いた方がいいと思うし、そういうことがあってもなくても絵は描きたいんですけど、絵を描くことって人生のミニチュアバージョンみたいな、絵を描いていろいろ考えたり考えなかったり、楽しかったり、先が見えたり見えなかったり、楽しくなくなっちゃったりで、最終的には作品が仕上がるんですけど、まあ仕上がんないでやめちゃうこともあったり、まあ人生についてそんなよく知らないんですけど、ある人の一生を見た時に、なんか人から見てその人が幸せであったかどうかとかっていう基準と、その人自身、まあ私自身でもいいんですけど、私自身が幸せと感じてる、充実してると思うこと、楽しいと思うこと、でも人から見たらとか、社会の基準からとか、なんだかよくわからないけど、くだらない不幸な男だって思われてるかもしれないし
でもどんな人生であれ、自分が楽しくて自分が幸せで、そういう人生を生きた方が人がよく思う人生をいやいや生きるよりもいいんじゃないかなって思うんですね。絵を描くことも同じで、実にくだらない大したことのない絵だって人から思われても、自分が楽しく描いてればそれでいいんじゃないかと思うんですよ。そうして描いた絵は多くの人から最低だって思われても、一部の人からはあいい絵だなって喜んでもらえることもあるじゃないですか。人生もそれと同じで、そうやって基準っていうのは自分の基準でいいんじゃないかと思います。だから絵を描きたかったら描けばいいし、描きたくなかったら描かなきゃいいし、でもなんか楽しいこと、充実することをやって、どんなくだらないことでも楽しかったり充実したりすることをして、ずっと幸福でいられれば、それはいい人生、そしてそれはいい作品なんじゃないかなと思います。最近思い出したんですけど、19か20歳ぐらいの時に友達と将来の話をしていたことを思い出しました。その頃はみんなそれぞれ将来の目標があって、それぞれいろんな職種を目指してた時です。で、私は仲のいい友達とそういう将来の話をしてたんですが、私は何になりたいかっていうのは分かってなくて、で、その友達に特にやりたいことっていうのはないんだけど、毎日笑って過ごしていきたいなみたいなことを言ったんですね。で、その友達はすごくいい友達で、なんか温かく私の言ったことを尊重して笑ってくれましたけど、よくよく考えるとそれが私のなりたい自分なのかなって。子供の時もみんな何になりたいっていうのがあるんだけど、私は本当そういうの分からなかったんです。で、まあ大人になって私はいくつかの目標を持つことになったんですが、なんか未だに何一つその目標を達成した気がしないんですよね。そういう風に考えるとなんだかいけない気がしてくるんですけど、未だに私は毎日笑って過ごしています。まあちっぽけな目標は少しずつ達成したりはしてるんですけど、多分世間一般からするとその目標っていうのはゼロに等しいかもしれませんが、私は自分自身すごく幸せだと思っています。絵が完成しました。これは不安に抱えられる人というタイトルです。なんか後ろに人みたいのがいて、この顔を隠す人、この人が不安なのか、この3人の人たちが不安なのか、もしくはこの3人の人たちがこのこうやってる人の不安の種なのか、もしくはこの3人が人の形をしている不安というものの象徴なのか、特に考えないで描いたんですが、そのどれでもないかもしれないし、私の絵にはそういう答えがなくて、見る人に勝手に想像して勝手に考えていただくというのが私の絵です。もしくは私がこれを大真面目に描いたのか、もしくはこれがユーモアなのか、そういうのも全部見る方に想像していただいて楽しんでいただけたらと思っています。なんか今回の絵は時間的にはあっという間に終わってしまったんですけど、作品の出来栄えに時間の長さとか短さとか関係なくて、まあ人生もそんな感じでいいのかななんて気楽に考えようと思っています。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。